皆さんこんにちは、プロゴルファーの中西直人です。久しぶりですね。そうですね、はい、はい、で、まさにね、今ここでね、今撮影させてもらってますけど、ここで撮るのも久しぶりなんですよ。見てみろよ、ほら見てみろよ、ほら絶好の撮影日和で、さっきまでさ、すっげー雨だったのよ、これ。今ちょっとルフィっぽかったでしょ。すっげー雨だったの。久しぶりなんでね、2024年中西直人のクラブセッティングをご紹介させていただきたいと思います。はい、どうせあれでしょ、はい、変わってないでしょ。全然変わってないよ、これ見てみろよ、これ見てみろ。まだもう、一個ずつ紹介させてよ。はい、はい、なので早速ね、2024年中西直人のクラブセッティングを紹介させていただきます。よろしくお願いします。何からいきますか、こういう時は。こう、雪の先輩、これ何か言ったらいいですか。これ何から、何が気になるんですか、みんな。こう、でもやっぱドライブ、目につくのはこれだけど、ドライバーは目につくのこれ。あ、じゃあこれ紹介しようか。これ紹介して、これね、あのね、エリート様から出した箸。箸そう、こうやって、こうやってこうやってうまく使えるかどうかっていうところで、美味しくご飯を食べれるかっていう、そういう試験的なもの、それの練習器具ですね。じゃあそれ嘘なくていいですか。いやいや、ごめん、嘘です。エリート様にめちゃめちゃ失礼なんで、これだけだと。いいっすか、ちゃんと説明させてもらって。これね、エリート様から、先日販売した練習器具なんですけど、これがアイスピードだったかな、正式名称がちょっと分かんないんですけど、まあその辺は、鳥居さんにちょっとこれしていただいて、よろしくお願いします。で、これ実はね、硬さが2種類あります。こっちが硬くて、こっちがすんごい柔らかいので、これどういう要素かというと、こっちやっぱゴルフって、フェースの面とこのシャフトのしなりっていうのをうまく使っていかないとゴルフは上達しませんよ。ただ普通の通常のこのシャフトの硬さだとしなり感じれないよね、これ感じれないから、感じやすくさせるためにこのね、エリート様からこのアイスピード、アイスピードだと思う、そう信じます。アイスピード、これ僕はこれ入れてます。はい、これが練習あれですか、うん、打つ前にスイングしたり。そうで、これで言うと、そうやな、ちょっといいの。でもさこれ何、これ、うん、場所変えるってこと。あ、これはね、あー、すっごいね、これね、パイソンクラブコイルっていう。で、ちょっと待ってスピードプレーン、アイプレーン、時を戻そう。はい、スピードプレーン、これはね、このスピードプレーンの、ね、外に刺さってさ、これね、これね、ちょっとバランスあんのよ。で、これはこれで、別に売ってるんやけど、ちょっとこれ重たくて、これやることによってクラブのヘッドのこの先にもつけれるから。そうそう、違うのにつけたりもするんだ。そうなの、便利でしょ。別売り、いや、これはセット売りでも、これのこれ今2巻きぐらいなんやけど、市販してるやつは6巻きぐらいある。で、これをつけてやるとすごくいい練習になると。重さがここにある。そう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 、っていうよりも、重さがここにあるって感じ。だよね、うん、そうそうそう、そういうことだよね。そういうこと、まあ、すごいね、すごい、さすが YouTuber みたいね。YouTuber だからね。チェケラー。っていう感じで、はい、以上クラブセッティングになります。クラブいじってもらってない。あ、そう、あ、ちょ、どう今年のクラブ、はい、うん、じゃあ何からいこうかな。ウィッチからいこうか。はい、はい、これ本当ですか。 T 社ですよ。 T 社の V 社ですよ。 T60 なんですけど、58度に変えました。はい、ちょっと初心を取り戻そうということで、まあ、ゴルフ始めた時5852のセッティングだったんで、ちょっとそのセッティングで一回今年やってみようかなっていう。4月ぐらいになったら変わってるかもしれないです。ただ1月から使い始めてすごくいい感じかなみたいな、そんな感じ。あとアイアンはこれ T 社の、これも T 社。そう、あら、T、 やっぱあれじゃない、T を見つけたよ。はい、タイトリストの T100、はい、でアイアンが、9番アイアンから5番アイアンで までは T100 で、4番アイアンが T150。 T150? そう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 、ちょっと前進した。
ちょっと上がりやすくて飛びやすいみたいな。ロフトは、通常の T100 よりも2度ぐらい立ってるけど T100 のロフトに合わせてます。だからちょっと寝かしてる感じになりますね。はい。で3番アイアンの代わりがこれあれだな、やっぱ喋るの好きだから進まないね。はい、タイトリスト、あ、T 社の TSR3 の21度と、これ3番アイアンの代わりで、シャフトがこうしたらいいね、こうしたらいいんだけど、そう勉強してるから、これベンタスのハイブリッドシャフトの 10X ということです。はい、こんな感じで。じゃあ次5番ウッドいきますね。5番ウッドはこれ変わってないんじゃないかな。はい、ステルス、あらららT 社、そう T 社そう T を見つけたよそう、これ変わってないですね。そうステルスの T ねそう、はい、ふのはず、ふの19度のスタンダードで、シャフトはこうかベンタス TR の 8X。 もうこれもう最初から使ってるからこれが一番長いね、うん、かな。で次はスプーン、はい、駆け足でやってきましたけど、ここで5分ぐらい引っ張っていい、はい、こだわりのスプーン、やっぱりこだわり、やっぱこのサンライズゴルフっていう今年から出させていただく、このサンライズゴルフのカジュアルなラインな、これは売ってます。かわいい、かわいいよね。何色あるの？え、35色、ありすぎる。いや、1色、あ、1色なんだ。そう、そう、これは1色でもいいね。そう、いいよね。もうクラブいいか、もうこれだけでいいよこれクラブサンライズ的にはそれだけでいいかも。あ、そっかクラブはちょっと知りたい。そうですよね。これね、僕ね、クラブこれめちゃくちゃいいクラブ出会っちゃった。だからアマチュアの方でだからスプーンで苦手な人多いと思うんですけど、実はプロも一緒で結構スプーンは模索するんですけど、そういった中で僕が選んだクラブはタイトリストの TSR2 のプラスですね。これ分かる？これ TSR2 プラス、これがすっごいの。顔はねこんな感じ。この楽しんでください、チェリーヒルズゴルフクラブキングコースの9番とともに。ぜひおみたいな感じでね、はい、これはめちゃくちゃいいです。これおすすめです。ていうか、まあ、全部おすすめですね。シャフトは、あ、そうだメンタス TR の 7X と、シリアルナンバーも入れとく？いや大丈夫、それいらない？そうになります。これめちゃめちゃいいです。長さは 43.5 インチ、はい、D2。じゃあ最後はドライバーいきます。タイトリ、あ、T 社、はい、そうこれね、ポジションは D1。 D1、 はいはい、言い方が昭和かD1 ね、はい。でシャフトはペンタスの黒 6X、 そして最後にグリップはもちろんアイスグリップ、これですよ、はい、が以上の僕の今年のセッティングになります。パターンはですか？やだよ。やめますか？見る、はい、練習用がいい、それとも本番用がいい、どっちがいい？本番用ですね。練習用から行かせてよじゃあ練習用から行くね。練習用、はい、はい、ドン、はい、おそれ練習用、これ練習用、なぜ、え、ワイなぜに、うん、いや矢沢かって何の話あ、これね、あのね、クラブに近いんですよ、クラブのヘッドの動きに。でこうフェイスローテーションを抑えるためにあえて L 字を選んでます。でそもそも昔ずっと僕 L 字だったんですよ。そこからピン型になりっていうところだったんですけど、もともとガルシアがすごい好きでデルマが好きだったんですけど、これを今練習用として使ってます。どちらかというと、じゃあ開閉が大きいってことですか？それ見込むと同じテンションの言い方で開閉な、開閉じゃないから、開閉ってこっちになってもらうから開閉ね、開閉が、うん、そう そう大きいやつをあえて抑えると、そうで、これ練習用です、はい、いいヘッドカバーですね。いいヘッドカバーの、じゃあ1名の方にプレゼントしませんはい、嫌われるやつ叩かれるやつね、これ
はい、これ本ちゃんの、これ本ちゃんね、はい、これはね、これウィングリップで、シャフトは分かりません、純正のシャフトで、ヘッドがスコティキャメロン、これですね、そうサンライズの太陽ロゴ、GSS の M5 ですね。もうね、おいくらですかこれ。これ分かんない、今すっげえ値段なってると思うよ、うん、多分200万でも買えないんじゃないこれ。そこをなんとか、うん、そこをなんとか、うん、さあみんなで考えよう、はあ、今のね、はい、大受けですわっていう感じの、僕の今年のセッティングになってます。はい、素晴らしいですね。そうですね、まあ本当はね、ここにいつもこうお世話になっている方のスポンサーさんがいるんですが、はい、昭和ヨーヨー様とかだったりとか、株式会社日創様だったりね、モブリデン BP 様とか、シプレームって書いてるんですけど、ちょっと今日はスタンドバックで申し訳なくて書いてないんですけど、お世話に乗ってます、いつもありがとうございますという感じで、今年の2024年中西直人のクラブセッティングになります。ぜひね、これプロゴルファーだからこのセッティングとかじゃなくて、普通にすごい優しいアイアンになってます。ぜひ皆さんも僕のデータを気にして、よかったらポチッとしてみてください。ちなみにお金はもらってません。契約しないですもんね。契約しないですよこれね。だから買ったんですよ僕。購入です。自分でもちろん買ってくれる誰か募集しましょう。いや、やめておこう。はい、ね、そうなんですよ。だから全部買いました。ウェッジはね、ウェッジとドライバーとパターはもらってますけど、あとは全部買いました。はい、以上になります。なのでぜひ参考にして、ゴルフ歩んでください。以上、中西直人でした。それではいってらっしゃい。なんか滑ったな